ライドご飯。ロイドご飯のあやです。今回のあやのみは東十条にやってきました。以前来たらまさかの臨休だったため、今回はリベンジ。伺ったのはこちら、もつ焼き新潟屋です。焼き豚のお店を探していた時にお店の雰囲気を見て大変気になっていました。15時半の開店前から店前に行列ができる時もあるほど人気と聞いて、非常に楽しみに伺いました。早速入店してみましょう。外の喧騒とは違った落ち着いた雰囲気。まずびっくりしたのは、開店とほぼ同時に伺ったのですが、確かにカウンターすでにほぼ満席でした。カウンターの隅に空きがあったので運よく座れました。お店の雰囲気やっぱりいいですね。ハイボールとあと煮込み。まずはハイボールと煮込み。こちらグラスには気に入りました。周りを見るとサワーとウーロンってコップもありました。ハイボールはレモンスライスがほんのり効いて、とっても飲みやすく美味しいです。飲みながらどこを見ていたかというと、カウンター越しにあるこちらのメニュー、手元にないのでこれを見ながら決めていきます。周りの年齢層少し高めで落ち着いた雰囲気です。一人黙々飲む方やお二人連れの方が多かったです。さあ煮込みがやってきました。これは楽しみです。もつが大きくカットされていて、大根に見えるのがこんにゃくです。味はしっかりめ、とっても味が染み込んでいて美味しいです。すった柚子が入っていて、こちらがまた香りがよく風味がほのかに広がっています。これは美味しい。もう止まらなくなりました。そろそろ注文も決まりましたので注文していきたいと思います。このどうやら常連さんのおすすめが味噌ということで、今回は頭とタン味噌にしてみました。ちなみにこちらがお店の雰囲気です。店の中央には大きな焼き場があって、囲む形でカウンター、後ろにはテーブル席もあります。まあ、お客さんの層を見ていると、大人数でワイワイ飲みに来るというよりは、一人や少人数でじっくり飲む感じのお店かなと思いました。この大根に見えるのがこんにゃく、歯ごたえがアクセントになって美味しいです。このお通しで出てきた大根と人参はぬか漬けです。酸味と風味がまたいいんですね。ぬか漬けって手間がかかるから出してくるお店って少ない気がするんですが、これは嬉しいです。もうこの時点でうまいを大連発。ハイボールがぐい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 進んでいます。喉がそんなに渇いてたんかというぐらいの飲みっぷり。この時点であまりにも美味しくて、ハイボールが進み、早速おかわりと煮込みも頼んでしまいました。ハイボール一つとあと煮込みも、はい、そうです。いや、美味しくてね、また煮込みとハイボールです。お店の方も煮込みの追加があまりに早く来たんで笑ってました。2杯目、レモンスライスが実は2枚に増えてます。見た目にも分かりやすいし、お店の方も間違いなくていいかもしれませんね。この出来たての煮込みが熱々、これまたうまい。これだけでかなり満足しています。いずれ煮込みだけ集めた動画っていうのを作りたいなと思っているんですけれど、こちらのもつ煮、印象に残る美味しさでした。
まあ、煮込みといってもお店によっていろいろなタイプがあるんですが、こちらはもろとストライク、自分好みでしたし、とにかく美味しいのでおすすめです。まあ、こうしてもつ煮ハイボールを往復しながら目の前で焼き上がるのを待っているんですけれど、こちらは丁寧にじっくりと焼いているので少々お時間がかかります。まだかな、あのお皿かな、あ違ったと思いながら待つのもまた味という感じがします。すいません、ハイボール一つください、はい、とそのうちにハイボールがなくなったので注文。ハイボールを注文するとコップに氷を入れ、ウイスキーと炭酸を入れたら出来上がり。さあ3杯目、レモンも3枚に増えていました。そしてお気づきでしょうか、まだこの時点で焼き豚が来ておりませんのです。さあそしてついに焼き豚がやってまいりました。美味しそうな匂いです。手前が軟骨で塩、奥の左が頭新潟んで、どちらとも味噌です。まずは軟骨から、肉と軟骨がぎっしりです。いや塩がしっかり効いています。噛むとじゅわっと肉汁とコリッとした軟骨の歯ごたえ、これはお酒が進みます。続いては頭、自分が大好きな部位です。味噌の香りが香ばしい。これはね非常に柔らかかったです。弾力もありますが肉汁がじゅわっと滲んで味噌と絡むとまたたまらない。そして続いてはタンです。こちらも味噌にしました。いやとにかく弾力が強くて口の中でブルンと弾けるような肉質がたまりません。こちらもハイボールが進んでしまいました。焼き豚はいずれも串を持っただけで重さを感じるほど、どれも厚みがあってぎっしり刺さっています。2本ずつなのでボリュームはあるんですが、食べてみると余分な脂が落ちていて旨味がとっても強いのでサクサクっと食べられました。まあ自分の場合はね煮込みを2杯食べてますからね、結構お腹はいっぱいになっていますが、とにかく美味しくてあっという間に食べ進んでしまいました。こちらのお店は焼いてらっしゃる方以外にお酒を出したり注文を取ったりする方々が何人かいらっしゃるんですが、皆さんとってもテキパキしていて気さくで感じがいいんです。お酒が空くと何か飲むと勧めてくださったり、わからないことがあれば気軽に教えてくださるので、女一人飲みでも居心地はかなり良かったです。物事を考えるときってシーンとした静寂よりも多少の喧騒があった方が集中できるそうなんですが、一人飲みをしていると実にいろんなことを頭の中で考えます。この居心地の良さというのは感覚なので人それぞれだと思いますが、自分はこちらの店大変居心地が良くてとても気に入りました。もう一杯飲もうか迷いましたが今夜はここまで。最後まで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。完食。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまです。どうもありがとうございます。最後お店の方が1250円とおっしゃったように聞こえて、あまりに安すぎると聞き返したのですが、結局2250円でした。あれだけ飲んで食べたのにコスパも最高。またぜひ伺いたいと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。